えー、皆さん、こんにちは、ウです。 えっとね、昨日の動画何本かに、えー、たくさんコメントをいただきまして本当にありがとうございます。本当に嬉しく思います。す、え、べ、ー、て、ね、きちっとお返事させていただきました、えー。何かの参考になれば幸いでございます。えー、コメントはきちっとお返ししますので、えー、ぜひコメントを残しくださいませ。喜んでお返事させていただきます。えー、今日は取、ね、り直しなんですけど、この2本をちょっと比べていこうと思ってます。でこの前、ダイバーズちょっとやってるんですけども、もう一度鮮明な画像で。 ちょっとね、見ていただいて、サンマーティンですね。サンマーティンのダイバーズを何かお考えの方の何か参考になればいいなと思っております。左側、こちらの赤いベゼルの方が SN の 0128G でございます。で、右側、こちらの黒いベゼルの方が SN111T。まあ、チタニウムでできているものになります。なので、こちらの、ね、チタニウムのや前の動画でもかなりのたくさんの,あの閲覧をいただきまして、 あのありがたく思ってるんですけども、非常にちょっとね、あの画質が悪かったということと、少しね、見にくかったと思うので、もう一度こちらの2本、ダイバーズウォッチですね、サンマーティの代表的なダイバーズウォッチをえご紹介だけさせていただこうと思います。で、とこっちから行きましょうか。基本情報をね、先言っていきます。こちらです。ちょっとまいね、画像をちょっと寄せましょうか。よ え寄ってるかなこちらの時計でございます。サンマーティンの SN0128G というモデルでございます。でこちらのキャリバーは N135 を積んでおりますえ。ケース40ミリ、ケース圧が11.95ミリ、ラグトゥラグが49ミリ。 で200防水でございますで重さの方はあとで、ね、ちょっとやっていくんですけども、えー、こちらの方もサファイアクリスタルを使ってございますでお値段なんですけども1599元ですねなのでこちらを日本円に直すとたい3万2000円ぐらいかと思いますでドルにすると 220US ドルぐらいかと思われますただまあサンマーティンはねあのアリエキスプレス様とかってかなりこうセールになったりするので、えー、もっとお安く手に入るんではないかなとは思います でよいしょこういうね文字盤、僕のこのタイプはこういうちょっと見るこの方がいいかなよいしょ黒のダイヤルにこういう少しこう金のね縁取りが入ったようなインデックスが入っています。でこちら、セラミックの赤のベゼルのインサート、こういうケースですね。 ケースは全部こういう感じでヘアラインになってございます。で、上の方もちょっとヘアラインですね。という仕上げになってるんですけども、ちょっと待ってください。よいしょ。すいません。こういう感じですねあの。非常にきれいにつけやすい時計です。で、こういうね、ジュビリーブレスレットなんですね。なので、それが一番ちょっとこう大きな。 要因かなと思います。非常にしないかな、こういうジュビリブレステットなどで。と、これですね。クラスプなんですけど、これはサンマーティン、最近のものはもうすべてこのサンマーティンのクラスプに変わっております。ここですね。ここにプッシュと見えると思います。押すとこうやって出てくるんですね。で、こんな感じで長茶調整ができるので、マイクロアジャスターがありません。えー、マイクロアジャスターするとね、ちょっとこうピンとかで押して、 えー、長さの調整すると思うんですけど、こちらの方はこういう風にワンプッシュで、こんな風に調整ができるものになっております。これは本当にね、便利で、ただこちらのクラ,スクラスプのデメリット、クラスプがちょっと長いんですね。あの、こうやってちょっとスミスと比べると分かると思うんですけど。 全然長くなるので、その辺はちょっとね、嫌われる方がいらっしゃる可能性はちょっとあります。結構長いですので、それだけちょっとね、念頭に置いてもらってもいいんじゃないかなと思います。でもね、すごく綺麗な時計なので、こういう感じですね。ラプターこういうロレックスタイプですね。こういう感じ。で、ベゼルの音をちょっとね、やっていきます。よいしょ。 120クリックですあのき。かなり気持ちいいクリックの感覚だと思います。かなり気持ちいいです。で、こちらの方はね、少しラグトゥーラグが長いんですね。これ49もあるので、結構長いです。で、このケースはちょっとこういうね、まっすぐ系のケースなので、あんまりここが湾曲してないんでね。 かなり腕の細い方にはちょっと大きく感じる時計かなという気もしないでもないですえ僕も1 6 5センチ6 5インチの手首ですけどもちょっと大きいかなとは思うんですけどもこのブレスレットのおかげでかなりしっかり馴染んでくれるのは馴染んでくれると思いますこういう感じですねこのけど赤のねインサートはすごく綺麗なので外でつけてると結構ねあの どうだろう存在感がある時計になるとは思いますでこのベゼルもちゃんとこのいうエンゲービングされててプリントではないのですごくしっかりした作りでございますこういう感じですねこういう感じのイメージですね NH35 なので、よいしょ。ハック機能がついてます。で、セルフ、こういうワインディングがついてて、ねじ込み式のリューズになってます。この NH35 はね、結構この手巻きの感覚は非常に気持ちいい手巻きの感覚かなと思います。こんな感じです。で、もう一本いきましょう。こちらですね。111t。 サンバーティの 11ETT ですすべてがチタニウム出てきているモデルでございますこれはねもうあの文句なしに軽いんですけど、えー、ケース40ミリで、えー、警察13ミリでラグトゥーラグが47ミリこれねちょっとね誤差があるのか47点ちょっとっていう方もいらっしゃいます ただ一応、公表の数字は47で、僕も測れば47なので、まあ、そのぐらいのケースのラグトゥラグかなとは思います。で、こちらの方はね、PT5000 を積んでます。えー、まあ、いわゆる中国製のキャリバーを積んでて、えー、こちらの SW200 も選択肢にございます。ただ僕はね、ずっと言ってるんですけど、こ,このサンマーティンに SW200 のキャリバーは必要ないと思ってます。あの、PT5000、素晴らしいキャリバーだと思うし、 あの日 a を、ね、ものすごく気にされる方は SW200 の方がいいのかなとも思いますあのそういう中身のキャリバーを、ね、気にされる方とかは SW200 という選択肢もあると思うんですけど値段を言うとこれ、ね、PT5000 を積んでいると2699円。 でこれが SW200 になると、えー、3899元、全く値段が違います。でこちらの、えー、PT5000 の方ドルでいうと380ドルぐらい、なので日本円で5万3000円ぐらいです。ただ、これが SW200 のキャリバーを積んで、えー、出荷されると、えー、とドルでいうと545ドル。 日本円にすると7万6500円ぐらいになります。かなりの差が出るので、このマイクロブランドに関して、そこまでの必要性が僕はないと思っているので、PT5000 で十分かと思います。あのサンマーディの、ね、レビューされている方、たくさんいらっしゃると思うんですけど、SW200 を選んでいる方、ほぼほぼいないんですね。というのは、そこにやっぱりその、そういう価値観の時計ではないですよという感じが僕はするので、 あの安くていいものっていう感覚だと思います。なので、ここに SW200 の選択肢は僕は必要はないかなと思ってます。で、ベルト、バックル、クラウン、ベゼル、この中に入っているロゴ、こういうところのロゴ、すべてチタニウムでございます。なので、非常に軽いです。で、これに関しては、ね、ここもこういうふうに動くんですね。 なので、ちょっと腕の細い方でも、この重さをね、あのつけやすいと思います。腕のね、しっかりしたあのあの体格の方にはね、そういうことはあまり関係ないかもしれないですけども、腕の細い方でダイビングウォッチをつけるときに一番気になるのは大きさ、重さだと思います、えー。こちらの非常に軽いので、そういうことはね、かなりこうしっかりと馴染んでくれるので、細い腕の方にも全然平気でおつけいただける時計ではないかなと思います。で、重さをちょっとやっていくんですけども、 僕のはね、ブレスレットもちょっと調整をさせていただいているのでその辺のちょっとね、違いはあると思います。で、こちら、チタニウムの方 97g 97、ね、非常に軽いです。97g、100g 切ってるんでね、ほとんど間隔がないぐらいすごく軽いんですけどこちら、128G ですね。 こちらの方は普通にステンレス、316L ステンレスなので、300、えー、ごめんなさい、135g あります。なので、まあまあ重いです。なので、この、よいしょ。チタンをつけてからこちらをつけるとね、重すぎます。すごくそういう感じにやっぱりなります。これ、慣れるとそうなっちゃうんですけども、あの、今日僕このつけてるスミスですね。もう 140g 近くありますので、えー 普通の重さで言うと 140g が普通かと思います、ダイビングウォッチは。これも 300m 防水です。ただこれはチタニウムなのでね、えー、ちょっと異常に軽いと。 うだけでその辺の重さはね軽いのがいいダイ,ビングダイバーズウォッチつけたいけど重いのが嫌なんだっていう方は非常にいい素材かと思いますのでぜひチャレンジしていただいてもいいんじゃないかなと思いますこちらの2つの商品まだまだ現行の商品なのでまだまだ全然普通に手に入りますのでぜひ見ていただけたらなと思いますでこちらの方は、ね、ルミノバ発光します、えー、全く同じ色アイスブルーという形で、えー、とスーパールミノバを使ってますあら電気がつかない ちょっとね、今、電気の蓄光できないです一応一旦消してみます。ちょっとごめんなさい、見にくいんですけどね、こんな感じ。こういう感じ。ちょっとね、画像が明るくて申し訳ないんですけども、ちょっとお昼間に撮ってるので、こういう感じでね、アイスブルーという形に光ります。非常に綺麗な発光する。まあ、サンマーっのね、 あのこのルミノマに関しては全く心配ないかと思いますすべ、えー、ての方が絶賛されていらっしゃるので全然こうやってねすごく綺麗に光りますで光ってる場所もほぼほぼ一緒でございますのでこういう感じで非常に綺麗に光る時計でございますこんな感じですねこういう感じですちょっと電気つけますうん あのこういう感じでサンマーティンをね2本ちょっと持ってきてやってみたんですけどまだまだちょっとねあの暑いシーズンでございますあの国によってはねえ真冬のところもあるかと思いますけどもあのダイバーズウォッチ非常にこう例えば海に行くとかいう時に非常にこう重宝するね時計だと思います軽さで行くならこちらですでもちょっとこう見た目でねかっこいいものがいいなと思うのはこちらかなと。 であこちらベゼやってないですね。ちょっと回します。どちらもこの120クリックです。うん、あのバックプレイ全くございません。どちらも非常に素晴らしいクリックの感覚だと思うので、別に関してもね、サンマーティンは全く心配ないと思います。サンマーティン最近ちょっとね、あのチューダーの。 グレーのああいうやつのオマージュをちょっと出してきたりとかいろんなものをまた出してきてるんですけども、えー、サンマーティンも、えー、独自の、えー、とブランドを最近またちょっと違う展開をされつつありますのでまたよかったらその辺はねちょっと僕の方で情報が分かりましたらお伝えをさせていただきます今日はこの2つをねちょっと比べてみたんですけど僕の個人的意見で言うと僕はやっぱ腕がちょっと細いので、えー、こちら下乳ぶです が一番いいいと思いますただこちらはちょっと、ね、値段がやっぱり高いんですね。あのチタニウムっいう素材、非常にあの加工がしにくい素材になるので、あのこすべてチタニウムでできてますので、少しお値段が高い。なので、マイケ、えー、こういうマイクルブランド、サンマーティンというブランドで、このお値段は少し僕はやっぱり高いかなという気は、えー、否めないかなと思います。でこちら、少しね手に入りやすいお値段かと思います。 でまあ,あのチタンを触ってからこちらを触るとね重いという感じがどうしてもするんですけども実際僕のこのスミスも全然軽くはありませんなのであのそういうことはあまり気にされない、まあ、チタニウムの時計をねまだつけたことない形であると全然この重さは感じないかなと思いますで結構ね大きな差があってこちらクラウンガードがないです、ね、いわゆる中段のブラックベイのような感じのものになってるのでこちらの方はクラウンガードがありません ただこちらの方はいわゆるサンマリーナですねクラウンガードがきちっとあるタイプになるので見た目もね全然色も全て違うしブレスレットも全く違うのでこの辺はねご自身の着けるシーンであったりとかお好みに合わせてお選びいただいてもいいんじゃないかなと思います。 今日はね、このサンマーティンのダイバーズ、代表的なダイバーズ2つをご紹介させていただきました。サンマーティンというブランド、非常に信用性の高いブランドなので、あまりこの中国製マイクロブランドっていうことに気にされない方はね、ぜひチャレンジしてみていただいてもいい時計だと思います。 あの今日またね、登録していただく方、またあのたくさんコメントいただいたり、グッドボタンを押していただく方、ちょっと増えてきましたね。非常にあの力になりますのでえ、また一生懸命動画を上げていきます。またよかったらコメントよろしくお願いします。え登録いただくとね、非常に嬉しく思いますのでえ、また登録、グッドボタン、コメントもよろしくお願いしますえ。今日はちょっとね、こういう明るい時間帯になりましたけども、サンマーティン。 こちらの2本のダイバーズウォッチをご紹介させていただきました。またよろしかったらコメントお待ちしております。えー、今日も最後までご視聴ありがとうございました。また次の動画でお会いいたしましょう。さようなら。